鳥居恥ずかし座交互三尾神社は、京都府京都市伏見区にある神社。式内社で、旧社格は合社。一般的には、恥ずかし神社と称される。文政十年当時の主観であった、古川亀武氏が記した、恥ずかし社旧記によると創建は、有略天皇21年とされており、近明天皇28年に、桂川の増水によって、周辺の集落が、 洪水に際した際にも神社は無事であったため、天皇より不幸を賜ったとされている。また、天智天皇4年には、中富の鎌足が直を受けて再建したとされている。神社のある当地は、停止地ながら、桂川や旧小幡川など、河川の合流地にあることから古くより、農耕や水上交通によって栄えた場所であり、鴨の市や旗市のほかに、 品なの初かしべが居住していたとされている。初かしべは、日本初期の水人天皇39年に、初かし部ひ一し並びせて10個の品なべもて50、刑事君みに賜う、という記録が残っており、霊衆下職員霊には、初かしべとは、古の波とかこの友の宮津子を言うと記されている。神社の文献上での所見は、俗日本期における、文武天皇の時代である。 大宝元年4月3日上に、山城の国くの軍のつくよみ神、神馬ば精神、木島神、波、津賀氏神などの神等については、今後は、中富野氏に給付せよという記述がある。また、大道3年に、隠部広成が、諸国僧城の多さを憂いて、国家の安穏を祈願するために、平城天皇の相門を得て、天照皇大臣をはじめ十一神を新たに、 誕生したとされている。日本三大実力には、上元元年9月8日上に、二十日し神、剣士方兵、ため風井のり縁という記述があり、演起式神明朝では、山城国、第一の社として大社に列している。境内一帯は、恥ずかしの森と称されるように深い森に覆われており、周辺環境の急速な住宅地下により環境変化、している中で、 桂川流域の歴史を残す貴重な環境として、四指定の史跡に指定されている。また、境内にあるクスの木は、区民の誇りの木に指定されている。ありがとうございます。